はい、どうも、おはこんばんにちは、まへじです。今回はね、こちらのデイブ・ザ・ダイバーというゲームをやっていきたいと思います。はい、こちらのゲームが、昼間の海で食材というか魚たちを取って、で、それを夜経営しているお寿司屋さんで提供するっていうようなアドベンチャー、海洋アドベンチャーゲームらしいです。はい、めちゃくちゃ面白そうだよね。自給自足の生活ってやつですね。はい、で早速やっていきましょう。お、めっちゃ綺麗。いいなぁ、海。あ、ヤドカリ。このドット絵が可愛いよね。あ、これがデイブかな。このもちっとした感じいいなぁ。常夏ですね。もう季節がドンピシャですね。お、ぷっくりお腹かわいい。刺されたの？痛い。優しい。ちゃんと丁寧に戻してあげるんだ。お、どなたですか？ん、お寿司？経営してるお寿司？かわいい、デイブ。結構なんかおっとりした感じの人なのかな？え、どこ行くの？夏休みだったのかな？飛行機で、ああ、すごいすごいすごい。かわいい。ロート。はあ、全部おしゃれ。かわいい。このぷっくりな感じかわいい。つぶらな瞳もかわいい。クマさんみたい。これはでも、あれかな？特にここで映像は変わらずなのかな？特にね、映像変わらずでした。いろんな方のお名前が流れてるだけでしたね。これで？お！お、デイブ、早かったな。うん、急に呼び出しておいて、せっかく休みの日に。あ、やっぱりお休みだったんだ、常夏で。楽しんでたのにね。こんなところに寿司屋なんて本当にあるんですか？まあ、そっかっかするな。とりあえずこの辺りを見てみろ。こちらがコブラさんね。かっこいい名前。とてつもなく大きなブルーホールですね。こんなの初めて見ました。あれかな、海のさ、なんか、そこにさ、ずっと行けるなんか上とかから見ると真っ暗な穴みたいな。なんか見るとゾワッとしちゃうやつかな。ただ大きいだけじゃないぞ。この巨大ブルーホールには入るたびに地形と生態が変化するという不思議な特徴がある。つまり、でっかいビジネスチャンスの到来ってわけさ。カリの亡者っぽいもんな。一体何のビジネスなんです？まあなんだ、その話を後にするとして、君ブランクが長いだろ？まずはウォーミングアップだ。無線で案内してやるからとりあえず海に潜ってみろ。ほうほうほう、無線を繋がるんですね。うーん、どうも妙なことに巻き込まれてる気が。かわいい。ブルーホールの寿司屋。L で矢印の位置に移動しよう。ほん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 。で、ダイブ。あ、長押しなんですね。オッケーオッケー。これで、潜っていくと、黄色ハギ。非常に鮮やかな黄色の大きさ20センチ程度のお魚。なんか動物の森にいたかな。ダイビングポーズは悪くないなんか。さて、とりあえずウォーミングアップと行こう。表示のところまで移動してみろ。LT で素早く移動できるぞ。ただし酸素消費が早くなるから気をつけろ。L で指定の位置まで。あ、これ早くなってる？早くなってんのかな？LT がどれだかわかんないんだけど。よし、腕は鈍ってないようだな。ジュゴンさながらの滑らかな動きだったぜ。ほれ、次はピンチの時の切り札、ダイビングナイフを振る練習だ。小さな魚を練習台にしてみよう。B を押すんだ。B。はん、B。なんか、日が近ったみたい。上出来だ、スムーズでスピーディーな動きだったぞ。最後に、まさか君。何これ、なんて読むの？なんとかの使い方を忘れてないよな。なった？だいぶ使ってませんけど、まず狙いを定めて、それから、ふむ。これ、肩慣らしが必要だな。魚を3匹ばかり取ってみようじゃないか。これは
はな、海だから森とかなのかな。ナタなわけないよね。ナタって畑仕事で使うやつだよね。森かな。で、魚を3匹ばかり取ってみようじゃないか。R で狙いを定めて RT で放つ。ほれ、実際に練習してみろ。 A で狙いを定めて、お、すごい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 。RT で森を撃つ。待って、狙いを定める。こっちが下手くそ。ちょっと待って、いけるか、全然届かない。待って待って待って、むず。あ、来てる来てる来てる。す、下手くそ。待って、結構むずいよこれ。はい、あ、全然全然むずい。あ、いけた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 。かすみ町長を行きました。え、結構むずいな。あ、いいぞ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 。金魚花台。これ金魚花台っぽいよね。この、真正面から。うん。うん。これなんかあの、ニモに出てきたやつ。南洋ハギ。ま、これなら勘もすぐ戻るだろう。よし、とりあえずポートに登ってこい。へえー、面白。てか酸素とかのことも全く気にしてなかったわ。よし、ウォーミングアップも済んだところで本題に入ろうか。デイブ、君は寿司が大好物だったよな。はい、とろけるような刺身にツヤツヤのシャリ。くぅ、神がかった組み合わせですよね。ガハハ、なら耳寄りな話があるぞ。俺の土地に寿司業界を長く離れていた寿司シェフが一人いるんだ。変わり種で喋り方も無骨だが、腕だけは世界一だと自信を持って言える。俺はそいつと組んでここに一味違って寿司を味わえるレストランを作ったのさ。このブルーホールには世界各地の魚が生息している。その取れたてピチピチの魚を寿司ネタにするって寸法だ。どうだ、大ヒット間違いなしのアイデアだろ。くぅ、すぐにでも食べに行きたいですね。ガハハ、そうだろ。そこで相談だが、君もこの素晴らしいビジネスに参加しないか。僕、食べることは好きですが、お料理はさっぱりですよ。心配無用、店はもう用意してあるわけで、君は水中に潜って食材さえ仕入れてくれりゃいいんだ。どうだ、美味しい話だとうまんか。確かに確かに。ああ、もう断るなんて言ったらもうこのゲーム終わっちゃうじゃん。そしたら好きなだけ寿司が食べられるんですね。そうかもしれんな。金を払ってもらうことになるが。じゃあまかないとして少しだけでも。早く行ってみたいです。ブルーホールのそばにある寿司屋に。そっちにね。今日の夕方から開店するはずだが、準備はちゃんと進んでいるのやろ。一緒に行ってシェフとして話してみようじゃないか。ガハハ。矢印の位置で X を押して寿司屋移動してみよう。はいはいはい、これですね、寿司。面白い。じゃあ、でも寿司は別にこっちでデイブが握るわけではないんだね。よう番長、開店準備は済んだか。番長ですね。あ、番長、イケメン、かっこいい、ごつい。ご覧の通りだ、なんとか間に合わせることができた。うん。あ、デイブびっくりした。何？ウォータースーツみたいなやつじゃなかったからびっくりした。どっかの白おじさん来たと思ったらデイブだった。お、もう準備はバッチリなんですね。お主は？ああ、コブラが言ってた漁師か。漁師だなんて、僕はダイバーです。かわいい、怒ってる。なんだろうとか、まあ、よく来てくれた。拙者は番長と申す。お主、寿司は好きか？大好きです。大トロ、うなぎ、ウニ。くっ、想像しただけでよだれが出ちゃいます。かわいい。やはりその程度のネタしか知らんか。まだまだだな。寿司は海と大地の魂が一つに合わさった大自然そのものと言っていい料理だ。だがほとんどの人はお主のように身近で売っている限られた寿司ネタを食すのみ。まあ、お寿司ってそんなにいろいろ食べないよね。なんかやっぱ好きなのとか限られちゃうからそればっか食べちゃうよね。ちなみにエビが好きです。エビめちゃくちゃに食べます。あと大人になってからサーモンも食べれるようになって、なんかサーモンとアボカドのやつとか好き。大自然の息吹を感じることもできず潰えるとは、人の生涯とは何の虚しいものか。大自然の味を届けること、それこそが拙者の使命な。おどうした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 、地震？何？え？結構ヤバめじゃない？
結構やばい。瓶すごい。全然落ちない。すごいすごいすごい。まだ全部落ちてもおかしくないから、すんごい揺れてたよね。なんだこれ。悲しすぎるんだけど。ボロボロじゃん、もう。地震？ふむ。お店の内装がひどいことになってしまったな。どうやら90に回転するのは無理そうですね。ところがどっこい。回転準備にあれぐらい全部つぎ込んじゃまったからな。回転して修理費を稼ぐしかなさそうだ。このボロボロの状態ね。あ、右上とか桜もあるんだね。もう折れてなんか、しなだれちゃってるけど。こんな状態でですか？ガハハ。肝心なのは料理の味だ。細かいことは気にすんな。となると寿司ネタにする魚が必要だが、何か持ってきてるか？さっき取ったものでしたら、3匹しか取ってないけど大丈夫かな？たった3匹とは、これっぽっちじとても客人を迎えることはできん。ひとまず魚をあと7匹ほど取ってきてくれ。おっと、ちなみに言っておくが、当店は夕方だけ営業するつもりだ。夕方だけ？夜は？え？昼は1000万稼がないってことですか？いくら売り上げが大事でも、ろくな準備もなしに客人を迎えるわけにはいかん。武士が己の刀を研ぐように、準備を徹底して極上の料理を出すことが料理人の使命。お主には昼の間はなるべくいい食材を仕入れてもらいたい。まあ、確かにそれは大事だね。そこら辺が安定するまでは、夜だけの営業ということ。びっくりした。夕方って言うから。びっくりした。本当になんかもう、3時から6時とかしかやんないのかと思っちゃった。わかりました。わー、頑張ろうだ、デイブ。このボロボロの寿司屋で、3人で頑張っていこうぜ。プロ意識がすぐものすごい方なんですね、番長さんって。自分のことは語らないが、寿司のことなら夜通し語れる、そんな男さ。ガハハ。しかし、あの事件以来、久々に情熱的な彼の姿が見られて何よりだな。あの事件、ですか？しま、口が滑っちまったぜ。とにかく食材がもっと必要なんだ。魚はあと7匹取ってきてくれ。わー、なんか、番長の過去とかも今後知れていくんですかね。これは左上が壊れたお店の修理100ゴールド稼いでみよう。寿司のネタを用意しよう。魚を取ろう。はいはいはい。よし、じゃあデイブ、潜っていこうぜ。かわいい。小判味。でも取る魚にもよるのかな？なんか、下に書いてあったな。なんか、味を強化するとともに、みたいな。これはさ、あの、体力みたいな言ってたのは、何なんだろう。ははははは。右下でなんか武器がもう一個ぐらいは装備できますよって感じなんですね。はいはいはい。もっと潜っていくか。あ、あの水がなんか減ってってるのが体力なんですね。あ、ちょっと待って。全然ダメだ。はい。はいはいはい。あ、なんかクラゲみたいなのいる。待って。これを、ちょっと待って。動揺してなんか、武器すぐ変えちゃう。あ、違う、待って、なんだこれ。え？取れないとこある？取れないとこあるの？え？そんな罠があるの？え、待って、刺す場所がとか？そういうことじゃない？上からだったらいけるとかないかな？ちょっと待って、まだミスってる。ちょっと待って、むずいな。ここから、あ、ちょっと待って。ダメだ。これはまだダメなんだ。きっと多分まだ、ダメなんだ。まだレベルが足りないんだな。ダメだな。あ、ちょっと待って、すっごいたくさんいる。ちょっと待ってね。狙いを定めて。え、これ届かないな。誰も戻ってきてくれない。そんな。あ、そっちか。なんかちょっと思ってたんと違うやつ当てちゃったけど、まあ。はいはいはい。え、今の取れなかった？ちょっと待って、なんか戻ってきてない？奴らが。あれ取りたいな、あの赤と黄色の。なんかスポーツカーみたいな。あ、え、これ取れないとかもあるんだ。なに、あ、待って、なんか A が出てきた。なに。なんだったな。ちょっと待って。なんかよくわかんないけど、なんか取れない、なんだ。あ、待って、あ、痛い、待って。
なんかうつぼがいる。お前は刺せるの？無理だよね。そうだよね。怖ー。楽しい。なにこれ。ちょっと待って。待って。なんか、待って。やばい。死ぬ。待って。すげえ。あれか、待って、なんか、あそこにある。空気とかじゃないのこれ。これは？すごい。空気タンクみたいなのもある。はい。また出た。なんかたまに起きるんだよな、このエイレンダみたいな。なんか戦いが起きる。なにこれ、めっちゃ楽しい。だって空気のやつとかもどこら辺にあるかとかちょっと把握しとかないとダメだよね、これ。多分。こいつダメなんだよね、まだ多分。いけないよね。そうだよね。多分まだ、でかすぎて。この、我の力じゃね、多分ダメなんだよ、この槍が。なんかお宝ある。お金かな？これで修理費とか。何これ？酸素カプセル。へえ、すご。面白。ああ、また出た。アイテムみたいなものも、どんどん取っていけるんだね。あ、これは？なんか、危ねえんですが。危ねえです。危ねえです。なんか追っかけてきます。怖いです。帰りまーす。なんか、ちょっと待って、めちゃくちゃに追っかけてきてない？怖っ。なんで？ 8 ぐらいしつこいじゃん。知らんけど。ちょっと待ってね。このむやみやたらにやって当たるわけじゃないのもおもろい。いいね。もうそろそろいっか。7匹は超えたもんね。一旦戻って、営業させてあげないと。あ、でもなんか、これとかも取りたい。ちっちゃくてむずい、逆に。これ何？地中海天竺鯛。食べれないだろっていうぐらいの小ささ。船に戻る。一旦ね。100ゴールド稼ぐみたいな。お！言ってたけど、どんぐらい時間かかるんだろう。よし！十分に立ってきたな。この調子ならすぐリッチになれそうだぜ。ガハハ。おっと、もうこんな時間か。そろそろ営業始めないとな。疑問も店に行ってみたらどうだ？おー、これでね、提供して。うん。タイムとか出んの？あ、何メートル潜ったかとかかな？キャッチフィッシュ。ベスト9匹。梅色。ビッグストフィッシュ。一番でかかったのかな？梅色ってやつが。はー、すごーい。夕方になりました。お店で営業の準備しましょう。ちなみにダイビングは午前と午後に1回ずつのみできるぞ。夕方の開店時間まできちんと食材を用意してくれよ。へぇー、楽しい。なにこれ。お寿司屋さん行く。寿司。おー、すごい。こんな感じでわさびを使い切ると、なんか料理作れませんみたいなのが今書いてあったね。わさび重要だからね。パンチョさん、準備はどうですか？ふむ、おおよそ完了できたようだ。それはよかった。ではよろしくお願いします。親指のさ、両手のグーかわいいね。どこへ行く気だ？お主もお店を手伝う約束だろ？はい？それって一体どういう？コブラが拙者を寿司を握るだけでよいと。仕入れた配膳を担当する者は確保してあると。お主の他には誰もいないではないか。僕は飲食店で働いたことなんて一度も。もうすぐ客人たちが来る頃間、サクッと教えるへしっかりついてくるがいい。この、バンチュの喋り方って、なんだろう、侍？なんか、こんな感じの喋り方の過去の人っているよね。え？下の食材タブを開いてみるといい。下の食材タブ、はい。ここでは取った魚のみならず、農作物やソースなどあらゆる食材を確認できる。ふんふん。今はそれだけ知っていれば十分だろう。後で確かめるといい。B を押して食材タブを落としてみる。へえ、ここにじゃあいろいろとこれから増えていくんですね。ふんふん。よろしい。次はメニューの登録の仕方を教えよう。メニューの登録までできちゃう。覚えられるかな？獲得したレシピはメニューに追加すれば客人に振る舞うことができる。先ほど獲得した魚の寿司レシピがあるからメニューに登録してみるといい。ほんほん。あ、
すごい、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 すごい。地中海展示下り寿司。なんか、金魚花台、マグロとかないんですか？マックス4。よくわかんないけど、じゃあ全部置いちゃおう。よろしい。案外簡単だったろ。食材を自動供給に設定しておくと手間が省けていささか楽ができる。もう一度言っておくが、メニューにある料理しか振る舞えないゆえ、食材が底をついたら切り替えるか補充せねばならない。ここで料理の味を強化する作業もできる。食材が詰まったら試してみてくれ。では取ってきた材料で残りのメニューを埋めてみるがいい。ほよよよよ、すごい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 。全部置けるかな。まだ4つしか置けないのか。じゃあすげえやばそうな色のやつを置こう。あとは南洋ハギ寿司。これなんか数が多いから。あとは何がいいかな。あ、でもなんかかかるお金とかも違うんだね。でもなんか一個ぐらい、あ、でもまあ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 、これがマグロに見えなくもないから、あとはじゃあちょっと異色なやつで、ちょっと嫌だねこれとか。卵がなんかちゃんと混ぜられてなかった卵なのかな。黄身と白身がね分かれちゃってみたいな、こんな感じかな。じゃあで、いつまで二人で話し込んでるんだ。喉乾いたぜ、緑茶の一つでもついてくれよ。ふむ、お主緑茶を注いでみたことあるか。いえ、もっぱらコーラ専門でして。似合うねコーラ。やれやれ、注ぎ方を教えよう。コブラのところへ行くといい。コブラに緑茶を注いであげよう。なにこれ。飲み物をうまく注ぎましょう。緑茶を飲んだキャラはさらに多くのゴールドを支払います。 R で多すぎず少なすぎず適度な量に注いでみよう。なにこれ、ワリオみたい。なに、あ、こういうことか。あー、ごめんなさいごめんなさい、話しちゃった今。そういうことなっけ。OKOKOK。 このぐらいじゃない？どうですか？はーい、完璧。楽しい、なにこれ。緑茶をグッドランク以上で飲んだお客さんは量より多くの料金を支払います。はいはいはい。じゃあ今のなんで今コブラにやっちゃったんだ。ガハハ、やっぱりワンちゃんの緑茶はうまいな。結構なお手前だ。くぅ、緑茶を飲んだら食欲が湧いてきたぜ。ついでに何か食べ物も出してくれんか。相変わらず注文の多い男だな。この木に配膳もしてみるといい。料理が完成する。あ、すんごい手さばき。とんでもない速さ。すごい。はい、来た。さあ、拙者の方に来て料理を受け取るんだ。これで？受け取る。配膳中ダッシュができます。LT でダッシュをして素早く移動してみましょう。空気残留で常に気を配りましょう。こぼさない？大丈夫？はいはいはい。お？もしもーし。宅配は先週送っただと？どうなってやがるの？もう一度確認するから待ってろ。え、いなくなっちゃった。コブラめ、食べもせずに行ってしまうとは全く世話しない男だな。料理は他の客人に振る舞うわけにもいかん。捨てるほかあるまい。このまま捨てるなんてもったいないんですけど。食べちゃえ食べちゃえ。ワンチュー寿司の石にかけて残り物は破棄あるのみ。人と料理の出会いもまた一期一会を言え。わかりました。そんな食べるのに今出来上がったやつ。準備はおおよそできたようだ。うむ、久方ぶりへ虫震いがしてきたな。忘れずにメニューを十分に埋めてから Y をし営業を始めるがいい。はんはんはん。お客さんはメニューにある料理を注文します。営業開始前までメニューに料理を登録することを忘れなく。はいはいはい。これってん、こういうことか。はんはんはん。これね、オッケーオッケー。魚見れるのとメニューの登録ね。これで、はいはい。このさ、管理みたいなやつだね。自動登録みたいな。うん、したい。全部しよう。絶対忘れるから。モヘジは自分のことをね、あまり信用していないので、記憶能力を。はい、オッケーです。よくわかんないけど、開始しちゃいましょう。一旦ね。わ、かわいい。何お寿司。ポン。誰か来ないかな。そわそわ。お、来た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 。待って、お茶ってどうやって遊んだすの？任せろ。はい。パーフェクトじゃない？任せなさいよ。よしよしよし。たくさんお金を払ってってくれ。あー、ちょっと待って。
ああ、よかった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 。待って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 。やばいやばいやばい。やばい。やばい。待って。やばい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 。はいはいはい。すげえ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 。すげえ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 。すげえ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 。これは、一番奥。遠い。やばい。あ、はい、息切れしちゃった。ごめん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 。いいやれしてる。ごめんごめんごめん。待って、待って。これで、片付け、片付け。片付け、片付け。これは残しじゃないのね。やばい、やばい、やばい。イライラしてる。やばい。いい、すげえ。楽しい、楽しい。これで、あとは、近くにみんな座ってくれたら嬉しいんだけどな。オッケー。あれ？片付けるものとかないのかな？オッケー。あら？まだだ。まだだ。はい。はい。いや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 、いい順調、順調だよ、順調だよ。片付けものも特に出てないもんね。出るときと出ないときあるのかな？え？気になってないだけ？あの、左下なんかゴミみたいなの集まってるけど大丈夫かな？あれ違う？あ、いけた。番長寿司、クローズ。内容はぎ寿司。はぁはぁ、最高利上げね。はいはいはい。楽しいんだけど。疲れた後のビールの一杯、うまいですよね。うん、ようやく一日が終わりましたね。腰と足がギシギシ痛みますよ。この調子で健康的な体になれるんじゃないか？未熟なところはあるが、初日にしては上々だったな。引き続き精進しろ。それって番長さん的にはすごく褒めてるんですよね。男たるもの少々おだてられたからとうぬぼれてはならぬ。はいはい、わかりましたよ。とにかく番長さんの新しい門出のために乾杯。いやー、いい一日ですね。こういったバタバタさ、忙しいとさ、めっちゃ疲れるけど、なんかいい運動したって感じになる。あ、なんだなんだなんだ。あ、あ、宅配って言ってたやつね、これ。どこ？なに？おい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 、あー、この荷物は一体なんだ？あとタコでかすぎ。今の人大丈夫かな？潜って助けに行けないかな？あ、リリー、どなた？うん、おじさんがブルーホールに潜っているというダイバーの人？うん、多分そうだと思うけど。チッ、細マッチョな素敵なおじさんを想像してたのに。ちょっとちょっと、悪気声だっての。まあとにかく一つお願いしたいことがあるんですけど。その前に普通は自己紹介からするもんじゃないの？私はエリ、大学院で生物学の研究をしてるの。最近この辺りで異常現象が起きてるって話を聞いて調査をしに来たってわけ。あ、さっきのタコの話とかかな。紹介になりました？まあね、それじゃあ要件を聞こうか。あのブルーホールの生態を調べてみたいんで、まずはテングサと赤ヒトデを取ってきてくれません？一つずつだと心もとないので二つずつでね。人に物を頼む態度と思えないな。僕に君を助ける義理はないと思うけど。謝礼券も一応用意してたのに、嫌なの仕方ないですけど。謝礼って、別にやらないとは言ってないさ。もうちょっと丁寧にお願いしてほしかっただけだよ。はいはい、なるほどね、お願いしますね。寄り道しないでね。赤い生態資料。さっきのが、お？なんだ？スマホで様々なコンテンツにアクセスできます。現在進行中のミッション等を確認してみましょう。ゲーム設定の変更もデイブのスマホでできます。へー、すごい。あれってどうやって押すの？これ？お、広げた。すごい。電話とかもできるんだ、メールとか。あ、かけられるんだ。なんかあった時にかけられるんだね。なにこれ？ 10% 割引。なんだ？鼻かゆ。よくわかんない。お。これは？これってあれかな？なんか、同じ作者さんのゲームとかなのかな？違うかな？なんか、絶対にクリックしちゃいけないやつだ。じゃあ、
取りに行きますか。まあ、魚も取りに行かなきゃいけないし、天草と赤人でってやつ取りに行きますか。待って、お金マイナス42になったら、なに魚でかくなった。冠ブダイ。なんか水族館にこういう魚いない？てか、あんなでかいタコいるのに潜っちゃって大丈夫なのかな。魚も稼いどかないとだしね。ちょっとまだね。まだ難しいですね。これオレンジ人でね。こういうのも取っといた方がいいのかな？なんかに役に立つのかな？あ、なんかさ、赤いチェックみたいなのついてる魚はあれなのかな？攻撃してくんのかな？あ、ウツボ！この野郎。おい、こっち向くな。やめてくれよ！でも、これ欲しいんだ。怖い。怖いよ。うわ、怖い。取れない。取れないからもういい。一旦いい。怖いから諦める。これで、あ、これ、そうじゃない？待って。でかい！あ、待って。これでも絶対無理だけど。あ、引ける？うわ、いけないよな。そうだよな。そうだよね。何回か刺したらとかいけないかな。どうしても欲しいんだけど。どうしても気になる。で、人手だけに意識を持っていかれると、あれなんですよね、きっと。あ、ちょっと待って。寿司屋の営業ができないわけだから、ダメだ。ダメだ。こんなことに咲いてる時間はない！ないけど！ないけど、待って、空気。一回作っちゃおうか。一回。あ、なに？なんか、電話のマークみたい。脱出ポット。脱出ポットを使ってボートで素早く脱出できます。呼び出し準備に時間がかかりますので、まずは周囲確認しましょう。上に逃げれるってこと？逃げれるっていうか。でも、魚をね、意外と刺すのも、あ、待って。あいつら、攻撃してきたやつやん。あ、やばい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 。やばい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 。やばい。助けて。急げ。急げ、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 急げ。待って。いけるか？いけないか？いけるか？やばい。やばい。やばい。やばし。やばし、やばし。やばし。なんか上に行くところが全然ないんだけど。なんで？あ、さっきの脱出ボット使えばよかった。もう焦りすぎて。あ、でもいけんじゃない、いけんじゃない。いける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 。いったんね。すんごい追いかけてきてるやついる。一回。はぁ、焦った。一回ね。で、お？デーブ、もう顔戻っただろ？ちゃんと潜れてるか？うん、調子は戻りましたけど、凶暴な魚が多くて探検するの大変なんです。ふむ。このブルーホールの魚はとりわけ攻撃性が強いようだからな。何かに怯えて神経衰になってるのかもしれん。あのタコにビビってんじゃないの？というわけでだ。森だけではなく重機を持ち込んでみたらどうだ？そんなことできるの？重機をですか？俺の知り合いに重機に詳しい奴がいてな。早速紹介してやろう。ダフー。おや、コブラシ。久しいですな。隣にいるビッグサイズな人は誰なんです？みんなこれテレビ電話で話してんのかな？ダフもビッグサイズだけど同じぐらい。コーラ飲んでるな。デイブと気が合うんじゃないか？失礼しちゃうな。僕はデイブと言うんだ。プロのダイバーだよ。ダイバーといえばマッスルボディと相場が決まっているはずですが、あえて常識の下校を行くキャラクターというわけですか。うん、君には言われたくないかな。で、どういったご用なんです？手短に言うてんを。新しいビジネスを始めたのさ、ガハハ。その関係で武器がいるようになったな。ダフ、お前さんの力を貸してくれ。おう、ちょうど、ストラステラーのシーズン2も終わった頃だし、話を聞きましょう。なんか、ロボアニメかなんかなのかな。ガンダムみたいな。そう来なくちゃな。巨大ブルーホールを一つ見つけたんだ。入るたびに地形と生態が変わる不思議な海に繋がってるんだ。しかし、おかしなことにそこで手に入れた装備を持ち帰ると全て壊れてしまう。そこでお前さんの出番というわけだ。あの海でも使用できる武器を製作してもらいたい。ふむ、興味深いですな。武器研究家であるこの僕向きの依頼かもしれませんな。僕が推測するに、そのブルーホールで手に入れた素材で作ったものでなければ壊れる仕様になっていると思われます。
精密な作りの重機ならばなおさらでしょう。ふむ、ならブルーホールで素材を拾ってこないとな。ふ、デイブ氏、己のダイバーたる所詮を証明するときです。このダフというマスターの前で。なんで君に証明しないといけないのやら。とにかく必要な必要材を教えなよ。見るからに重機とは縁がなさそうですし、簡単なものから行きましょう。ロープとクズ鉄を一個ずつといったところですかな。デイブ、聞いてたろ？ブルーホールの中からロープとクズ鉄を持ってきてくれ。ちなみに途中で酸素を使い切った場合は、君とアイテム一個ずつしか回収できんぞ。くれぐれも気をつけろ。そうなんだ。ちょっと待って。それは大変なことになるぞ。だって魚どころじゃない。まずこっちをちょっと取らないと。あれかな？日がね、時間も限られてるだろうし。これは違うのか。こっちか。これが赤ヒットで。テンサウザみたいなやつが何なのかちょっとよくわかんないんだよね、まだ。人手なら、あるんですけどね。ゾロは？あ、これそうじゃない？ん？はい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 。よし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 。あとは、ロープと鉄くずを見つけて、よし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 。ちょっと待てよ。ちょ、魚に気を取られすぎて潜りがちになっちゃうから、ちょっとね、もうロープとかも見失いはないように。なんかこのさ、取れるときと、あ、取れた取れた。お、なんだこれ。野球バット。野球バット。よし。ちょっとね、お寿司屋さんできなくなったら本末転倒なので。よしよしよし。おー！あ、あれがある。酸素のやつがある。ありがてえ。ありがてえ。ありがてえよ。これはいけないか。あ、これなんだ？角材。角材。角材か。いやー、この、ドット絵マジ可愛いよね。よし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 。この、絶妙な角度でね。あ、なんだこれ？なんだ？長距離水中スクーターだって。なにこれ？え、でも戻ったら使えないんだよね。ほいー。ちょっと届かないんだよな。ほいー。よし。待って、糸くずとか、糸くずだっけ？なんだっけ？ロープ？あ、酸素ちょっともう一回もらいましょうか。だよな、あれは。これも角材でしょ。待って、すごい追っかけてきてるやついる。やだ、やめてよ。やるか、この野郎。怖え。勝てねえ。勝てねえし、こいつしつこいんだよな、結構。いけるかな。さあ、いけないか。脱出ポットがある。でも脱出ポットはまだなんだ。よしよし。うわー、いい。見落としてた。見えてなかった。あ、ちょっと待って。やべ。あ、やばい。忘れ、うわあ。待って、一個しか取れないのきついな、これ。ごめん。ごめんよ。でもさっきの天草が一番欲しいし、見落としちゃいがちだったから、気づけてない気がしたから、人手より。くそ、ごめんよ。楽しくて、
気が散っていた。デイブ、この巨大ブルーホールは他の場所とは比べ物にならないほどやばい気がするぜ。酸素量に常に気を配り、ピンチになったら脱出ポットを使ってすかさず脱出しろ。酸素が切れちまったら緊急救出はしてやれるが、採取したもののうち一つしか持ち帰れないってことを忘れるなよ。結構頑張ったのに。人生系解除した。助かった。初めて救助された。くぅ。待って、魚昨日のやつしかないけど大丈夫かな。あんなに取ったのにね。最後のさ、攻撃してくる魚で気を取られて、焦りまくっちゃったわ。待ってね。そしたら、メニューは、あ、もう、これしかないじゃん。ちょっと待って。ちょっと待ってね。もう、これしかない。ゴリ少ない。しかも2皿ずつだから多分自動供給しなくても大丈夫なのかな。まあ一応ね。やばすぎなんだけど。終わったわ。オープン。これでも営業が一番緊張しちゃうね。あのさ、右のところにあるこのわさびのゲージがなくなると、それはそれで営業ができなくなるっていうことなんだね。みんなお茶は？お茶。お茶。あ、お茶お茶お茶。パーフェクト狙いますよーと。はい。完璧です。はい。はい。どれが先に来てた人か分からなくなっちゃった。すげえ。お茶は？お茶いらねえか？いけ、かたせ。お茶。完璧です。慣れたもんよ。すげえ。よし。のり巻きみたいなやつとかも。求めてる人初めて見たかも。いたかな？あ、待って、売り切れ鬼なんだけど。それのり巻きしかねえわ。ごめん。だって。あるの？ないよね。もうないもんね。すまん。メニューの料理は埋まってないようだかってか、ないんだよね、もう。すまん。お茶だけでも飲んでってくれ。すまんな。こんなカッパ巻きしか出せない店でごめんな。申し訳ねえ。お、100ゴールド溜まった。これなら壊れたところ手直しできそう。わー！お客さんがもっとたくさんいらっしゃるといいですね。いやー、嬉しい。あんまりなんか、魚も釣ってこれない、私ですが、これからもいさせてください。いいじゃん。あ、めっちゃ楽しい、これ。なんで、これ一生やっちゃうわ。お、10月3日ですね。え？なんか来た。誰？どなた？ベーコン博士。もしかして、君がデイブなのかい？はい、そうですけど、何かご用ですか？わお、やっぱり私の顔は正しかったな、はは。挨拶が遅れたな。私はベーコン、博士号を持つ者さ。魚人族文明の調査をしている考古学者でもあるんだ。魚人族文明って何ですか？はは、よくぞ聞いてくれた。みっちり説明してあげよう。私はこの分野の権威だからな。君、ものすごくラッキーだぞ。聞かなきゃよかったかも。え？なに？魚族人文明とは遥かもしかしこの辺りに。え？待って。自動で流れていく。魚を崇拝し体にエラーを持っていて、何しろ生活圏が深海だから。え？これ海の中ってこと？あら。というのがおおよそのストーリーラインだ。全然聞けなかった。思ったより早口だったわ。もちろん本気で信じる者なんて誰もいない。伝説の時代の物語だったはずだが。なんとこの辺りでその文明が実在していた痕跡が見つかったんだ。すごーい。ふむ。これは学会を揺るがす。これは、
これは学会を揺るがす凄まじい発見なんだ。海の底の古代文明、ゲームに出てきたの伝説が現実だったのだからだ。その痕跡というのは本当に確かな証拠なんですか？私の助手がこの付近で異物を見つけたんだ。精密分析の結果、既存の文明とはまるで違う種類だと分かったんだ。年代もおよそ1500年前と推定されるのだが、この付近にいかなる文明も存在しなかった時期のものなのさ。興味深い話だと思います。それと僕に何の関係が？それはだな、その助手というのが仮想通貨の投資に失敗して雲隠れする羽目になったんだ。おいおい、そこで私の助手役として君に白羽の矢が立ったというわけさ。ああ、そういうことなんですね。雲隠れした助手の話じゃ、水深70メートル地点のあたりで異物を見つけたそうだから一度そこを探してみてほしい。しかし僕は寿司屋の上だけで手がいっぱいです。でもそこまでは。ガハハ、盛り上がってるとか失礼。俺はデーブのビジネスパートナー、コブラです。よろしく。もちろん協力しますとも、喜んで協力させてもらいますぜ。はい？僕らはのんきに遺跡なんか探してる場合じゃ。考えてもみろ、ここが海底文明ゆかりの地ということになれば、ものすごい集客期待できるぞ。我らが番中寿司も満席御礼を間違いなしだ。それはそうかもしれませんね。わかりました。じゃあ、お手伝いします。かわいい。どんどん自分が大変になっていくの気づいてない。はは、これはまた実にラッキーだな。あ、もちろんただで協力してもらおうとは思っていないさ。君が持っているダイビングスーツは無料でアップグレードしてあげよう。ありがとう。お？ダイビングスーツの性能が上がればもっと深くまで潜れるのだよ。だから探査には欠かせない装備なのさ。最近はこういうことも全部アプリでできてしまうんだ。技術の発展と恐ろしいね。早速スマホにアイダイバーのアプリを入れて確認してみてくれ。強人族に痕跡を追うのにアイダイバーもう手に入って情報量肩。アイダイバーアプリでは様々な潜水装備を強化できます。食堂の運営等で稼いだお金で装備をアップグレードし、さらに深い海を探検しましょう。はぁ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 。なるほど。お。さて、それではアイダイバーの使い方を教えよう。まずはアプリを入れてやろう。スマホを出してくれ。これでいろいろと服も強化して、武器もこれから強化してって、いろいろなところに潜れたり、あの攻撃的な魚もぶちのめすことができるっていうことですね。それは楽しみだな。あ、てか、右上のところにあるのも時間なのか。今朝ですよってことね。OK です、OK です。わー、めちゃくちゃ面白いな、これ。なんか、いろいろとね、タスクも出てきて、ちょっと追うの大変そうだなとはちょっと思いつつも。ね、それでももう、そんなに一個ずつの数は多くないから、いろいろと、このダイバースーツ強化したり、武器強化したりしたら、スイスイと進めていけそうな気もしますね。はい。いやーめちゃくちゃおもろー。これをちょっと、地道に続けていきたいと思います。はい。ではね、ちょっと、今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。はい。皆さんも一緒に良ければ、魚捕まえに行きましょう。寿司屋、繁盛させましょう。はい。それではご視聴いただきありがとうございました。それじゃ、じゃあねー。